い、皆様ご機嫌いかがでしょうか。マウスバードです。今週も英文法無料放送の時間がやってまいりました。今週も皆さんと一緒に英文法力アップのために頑張っていきましょう。はい、それでは前回の宿題クイズの回答解説に参ります。はい、現在進行形のお話でした。はい、前回の問題は He is always playing the game という英文の意味を、ニュアンスも含めてうまい意味を、日本語にで説明してくださいという問題を出しました。はい、もう答えは書いてあるんですが、彼はいつもそのゲームばかりしているというような訳を作ってほしかった、訳例を作ってほしかったということですね。はい、お勉強としましては Be always にょろにょろ ing、 要は進行形に always が入っちゃってる形ですね。進行形でしょ、ここね、ここが進行形になってますからね。進行形に always が入るといつも何々ばっかりしてる、ちょっと なんかね、非難の意味が入るんですよ。遊んでばかりやがってみたいな、そんな感じなんですね。そういう意味が加わるというお勉強だったんですね。だからこれは、彼はいつもそのゲームばっかりしてるというような、言葉っていうか、日本語をね、作っていただければというふうに考えていました。はい、いいですか。ちなみに、俺は述語として覚えましたね。Be always, ニョロニョロ ing、いつもニョロニョロばかりしていると。いうふうに、熟語だというふうに習って、そうやって覚えました。はい。まあいいです。覚え方はいろいろね、そうやって覚えてもいいですし、単に進行形にオールエルが入れば、非難の意味で、なんかばかりしてるっていうのも意味になるんだなぐらいに考えているだけでも結構です。人それぞれです。はい。ただね、ちゃんと意味はわかるようになってください。以上です。よろしいでしょうか。はい。それでは本日の講義の方に入りましょう。はい。場面ご覧ください。ずっと現在時制の勉強をしていて、現在形の勉強終わって、現在進行形の勉強も終わりました。今からやるのは現在完了形のお話です。よろしいでしょうか。現在完了形というのは、have もしくは has プラス過去分詞という形ですね。三単元である has になるというやつですね。はい。苦手としてる人多いかなということですけども、それについて、じっくりね、なんとか得意になってもらいたいということで、教えたいと思っております。はい。完了形というのはこういう意味がありますよって大体習うんですね。完了結果、なんとかした。経験、なんとかしたことがある。あるいは継続でなんとかしてきていると。こういう意味があるんですよ。というふうにどっかで習ったと思います。形だけ見てもなかなかわかりにくいですね。一応どれかになるということなんですけども、そのお勉強しようかという感じですね。はい、ここまでいいですか。こんなの見たってよくわからないじゃないですか。はい。でも覚えるんですけど、ですね、まずちょっと頭をクリアにして、現在完了形ってそもそもどういうものか。日本語にないですからね。いいですか。どういうものかっていうのを考えましょう。現在形ではないのです。過去形でももちろんありません。まして未来時制ではないんですが。いいですか。現在完了形っていうのは、過去のある時点から現在までのここの状況。言ってしまうと、一時点ですよ。ここら辺のことを、言い表すのに使う表現ということなんですね。どういうことかっていうと、日本語にないんですが、いいですか？イメージ的には過去のことも言ってるし、現在のことも言ってるんですよ。両方のことを言ってるんです。その分だけ情報量が多いと思いませんか？過去の情報もあるし、現在の情報も両方含んでいるのだ。というようなイメージを現在完了形には持ってもらいたいというふうに思うんですね。いいですか？情報量が多いんです。いいですか。過去の文も現在の文も両方あるから。いいですか。これが、現在完了形の基本的な考え方です。よろしいでしょうか。はい。ではですね、今からちょっと完了結果についてちょっとお勉強しましょう。いいですか。ちょっと例文がありまして、He went to Osaka。これは過去形ですね。こっちは He has gone to Osaka。これは現在完了形ですね。はい。これは実は結果の意味でして、He went to Osaka は、彼は大阪に行ったという意味だし、He has gone to Osaka。これも何々したですから、大阪に行ったという意味ですね。あら、一緒の意味ですね。はい。困ったな。これとこれ、全く同じ意味ですか。日本語で、言うと、そういう意味になってもいいかな、みたいな感じなんですが、いいですか。ここで問題ですね。こういう訳で作っても間違いではないです。いいですか。間違いではないのですが、じゃあどう違うんでしょうというの問題です。過去形の場合の、He went to Osaka と He has gone to Osaka は、彼は大阪に行ったという意味ではあるのですが、
ではどういうふうに違うのでしょうか。これを説明しなさい。はい、今からメッセンジャーがやってる方は、頭ひねって分からなかったら分かんないでも今回はいいかな。まあでもいいです。あのできれば調べて、お答えつくなんかね、自分なりのお答え、書いてください。で、それ以外の方もね、ちゃんと自分なりのお答えを作って、それから、続きのビデオを見てください。